おはようございます、それではこれより記者会見を始めます。まず知事から本日の発表事項2点につきまして説明がございます。お願いします。はい、第1点目は資料の1としてお配りしてありますけれども、もうすでに一部、3月の終わりぐらいから報道もされていますけれども、ふるさと起業家を、選ぶビジネスプランコンテストを8月の4日に行いますという、お知らせでございます。これは特に地域資源を活用した新しく事業を始めようという方、いわゆる起業家をですね、応援するということで、ふるさと納税の仕組みを使いまして、寄付金を集めて、助成しようと、こういう試みでありまして、もうすでに6月の終わりまで、募集をかけておりましたが、そのうち書面で審査をして7名の方が選ばれておりまして、この7名の方について8月の4日にですね、プレゼンをしていただいて、参加していただいた聴衆とそして審査員と、すでに今ウェブ上でもですね、投票を呼びかけていますので、これらを総合して、最大3名ですね、の方を選んで、ふるさと納税による寄付金を助成金として、交付すると、こういうものであります。1点目はこのふるさと起業家の話でございます。で、2点目はですね、資料の2としてお配りしてありますけれども、農福連携セミナーを開催いたしますということで、農家、農業経営を行っている方の、担い手不足、あるいは、高齢化という問題の中で、一方で、障害を持つ方で、働く場が必要だと、より、工賃の高い職場を求めておられる、その事業所、福祉事業所ですね、こういった双方のですね、求めるものをうまく結びつけてですね、双方にとってプラスになる、そういう農福連携の取り組みを進めてきています。その一環で、上中下越でですね、ここにありますように村上と長岡と上越で現地視察を織り交ぜながら、事例発表や意見交換を行う、そういったセミナーを予定してございます。私の方からは以上の2点でございます。それでは幹事長、幹事長を代表して NHK から質問をします。はい、まずですが、7月19日 の国の文化審議会におきまして、佐渡金銀山の世界遺産の登録に向けた国内推薦の決定ですけれども、4度目の挑戦となった今回は残念ながら見送られました。当日の報道各社の取材に対しまして、花角知事が来年度に向けて万全の準備を進めていきたいという発言もございましたけれども、改めて来年度5度目となる調整に向けた意気込みをまずお聞かせください。それから今後ですね、仮に世界遺産と登録となった場合でもですね、佐渡には急増すると見込まれるその観光客のですね、受け入れ体制のあり方について課題があるとも指摘されているんですけれども、現状についての認識と知事の考える世界遺産登録を睨んだ今後の観光振興のビジョンをお聞かせください。はい、まず来年度に向けての意気込みというところですが、これも当日の夕方皆さんにお話ししましたけれども、選ばれなかったこと自身は残念ではありますけれども、特別な名書きがついておりまして、昨年度に比べて、進捗が見られたということで、異例な正し書きの中で、高い評価を示していただいているということ、そしてまた、その文書の中で、北海道北東北の縄文遺跡群に次ぐ有力な推薦候補案件であるということを書いていただいてますので、まさに、我々としてはもう手前まで来ているというふうに受け止めておりますので、ここで諦めるなんてことはありえないというふうに思っておりまして、もう一段まだ具体的な課題の指摘が届いてないようですけれども、それらを当然ながらよく
見てですね、もう一段のブラッシュアップを図って、来年さらに、高いレベルで挑戦したいと、そういうふうに思っています。それから世界遺産の登録が首尾よくいってできたとして、多くの観光客に来ていただけると見に来ていただけるという、そういう状態になったときに大丈夫なのかというご趣旨だと思いますけれども、もちろん我々としてはより多くの方にこのまさに世界に誇る、遺産をですね、後世に残していくためにきちんと保存をした上でより多くの人に見ていただきたいというのはもう願うところでありますけれども、おっしゃるように、嬉しい悲鳴を上げるぐらい来ていただけるというのはなればありがたいんですが、おっしゃる通り、例えば宿泊施設が十分足りるのかとかですね、いわゆるアクセス交通がですね、きちんと、十分応えられるぐらいに整備できるかとか、いろいろ課題があると思います。で、これについては保存と活用の行動計画をすでに作ってますので、必要に応じてそれも見直しながらですね、対応を進めていくということだと思っています。また特に先般佐渡市とそれから新潟市、長岡市、上越市の、3市合計4市でですね、交流宣言をしたところでありまして、まさに遺産をしっかりと保存しながらかつ活用していく、それではそれによって交流人口を増やしていこうという部分も体制といいますか、受け皿的なものができていると思っていますので、そういった、4市の取り組みもですねしっかり応援しながら活用の部分ですねについては取り組んでいけると思うし、取り組んでいかなければいけないというふうに思っています。正直な話すると一気にこう増えるというよりもですね、本当はじわじわとこう伸びていくっていうのがありがたいなとは思ってるんですけれども、それは世の中 の反応がどうだっていうのはさすがに、予想がつきませんから、仮に急増するような事態になっても対応できるように行動計画の中で準備を進めていくということだと思っています。幹事社からもう一問伺います。今朝方なんですけれども、報道各社の取材に対しまして、新潟市の篠田市長が今期限りで退任をされるということを表明をされたんですけれども、その受け止めとですね、新たな舵取り役が10月の下旬に決まるということなんですけれども、新たな新潟市長へのどんなことを期待するかというのをお願いします。恐縮ですが、個人的な思いは別にしましてですね、今の段階で県知事として何かコメントするというものは特にありません。もうそこは正直一般論で、広域自治体である県と基礎的な基礎自治体である市町村は、車の両輪で、しっかりと意見交換をしながら歯車を合わせて、いろんな課題に対処していく必要がありますねということは常々申し上げてきているところでありますので、新潟市の体制がどういう形になるかは分かりませんけれども、そこはしっかりと連携を図っていきたいと思っています。で、偶然にも昨日県市の調整会議も開かれて、今後のいろんな戦略的な政策連携もしっかりああいう場も使って連携を図っていきましょうということを確認したところでございますので、どういう方が最終的に市長さんになるか分かりませんけれども、ああいう場はご評価していただけるものだと思ってますし、しっかりと連携していきたいと思っています。幹事社から以上です。記者さんお願いいたします。はい、新潟日報石野さんです。まず殺菌銀山の件なんですけれども、確かに難脇がついていたんですけれども、今回構成要件絞り込んで知事自身ももう
今度こそという思いでやれたと思うんですが、さらにですね、その構成要求を絞った上でこれだけ努力してもまだダメなのかというような思いも率直にあるんですけれどもそれでさらにこのできることという書き込んでいけることというのはどういったことですか？いや、そこはすいません、本当にもう少し専門家にぜひ取材をしていただきたいと思います。私自身も別に読み込んでいるというところまで行ってませんので、その答えに学術的にお答えするのはなかなか難しいんですが、まあ、ただ表現ぶりっていうのはあるとは思うんですよ。もう少しストンと落ちるプレゼンの仕方みたいなものはあるんではないかなと。あるいはその、まあ、メリハリっていうこともあるのかもしれませんね。その表現の仕方っていうことに関連して言えば、あるいはもう少し適切なワーディングがあるかもしれませんし、まあ、新たなこう事実を付け加えるとか、っていうのはなかなか難しいんでしょうね。そこはそう思いますけれども、こう今言った表現の、あるいは表現よりもうちょっと手前のこうなんていうか視点、ものの見方ですよね。視点みたいなものを少し変えるともっとこう伝わりやすいとか、理解が深まるとか、そういうものがあるのかもしれません。これはすいません、全く私は推測で言ってるので、恐縮ですが、学術的な部分はもう少し専門家から私も伺って、私の持っている能力で応援していきたいと思っています。北海道とかですね、その青森さんのですね、事例とか見ますと、まあ、オール北海道とか、オール党派の垣根を越えたり、県内首長さんたちもその団結してその、まあ、オール北海道、オール青森っていう形で強力なそのアピールをされていて、運動をされていて、その点で新潟、まだちょっとそのオール新潟っていうんですか、ちょっと迫力不足な面も否めないのかなと思うんですが、その点知事どのようにお考えになられるんですか？まあ以前私副知事でこちらにで仕事をした時よりも私ははるかにこう意識は上がってきていると感じてますけれどね。で今回も国会議員の先生方のご努力で北信越、そして群馬、埼玉の我が県と非常に縁が深い部分の議員の先生方の署名もいただいてまして、まあそういう意味でおっしゃるとおり、もう少しこう広がりを持った何ていうかこう関心の高まり、応援団みたいなものを作っていきたいとは思います。あるいはもちろん新潟県内でのもう一段のこうムードの盛り上げというものも大切だと思っています。昨日の昨日の県市長選会議なんですが、昨年かその、まあ、新潟市 の、 です、ね、その拠点性向上というのをメインのテーマに据えて県都市で政策連携を図ることになったんですけれども、知事自身のお考えにはその新潟市 の、 その拠点性向上に向けた課題、今まあ中心あそこに出てるのってこう中心市街地の再開発が中心になってるんですけども、まちづくりの課題、ここが今問題でこうした方がいいんじゃないかってなんか、まあ、イメージでも結構なんですけども、あれも聞かせてもらって、中心市街地ですか？中心市街地というかあそこ駅と万代と古町を、はいの部分を中心にこうデザインを示されてますけど、はいはい、その辺でこう町づくりの部分であれば、まあ、昨日の主要テーマ議題であった町づくりの部分であれば、終わった後もちょっと申し上げましたけど、私の非常に感覚に合っています。ゾーニングは中で私個人として関心を持っているテーマは特に万代島のにぎわいづくりです。特にまあ、県は港湾管理者でもありますし、これずっと私のすいません以前からの持論なんですけど、トキメッセとピアバンダイをなんとかもっと人の動線をスムースに動くようにっていうか人の動きを、作れるような工夫ができないかっていうのは私の個人的には関心事です。その点市の方も同じ問題意識なんですけども、その公安管理者として今後その、まあ、そこの造船をとして今こう真っ二つに分断されちゃってる状況だと思うんですけども、まあ、真っ二つというか、まあ、海がありますから、ね、海っていうか、はい、水面がありますからね、はい、
県ができることっていうのはどういうところですか。いやまあですからこれは知恵の出しどころですよね。当然いろんな利害っていうか関係者がおいでですから、そんな経験にものは言えないと思いますけれども、やっぱり 人がこうつながってほしいですよね。ピアバンダイまで多くの人たちが来てるんで、トキメッセもいろんなイベントがあれば人が集まる。で大釜ですか、あそこもきれいにされて、いろんな人が集まる施設になった。そうなるとこの2つがつながるということは非常に価値があることだなと、周遊できることは価値があるなというふうに思ってるんですが、そのやり方については知恵の出しどころだというふうに思っています。はい、新潟日本郵便です。佐渡金銀山に関連してなんですけれども、近頃というか知事自身が佐渡の視察になるご予定とか、まあ、あるいは行ってみたいだとか、あそういったお考えというのはありますか。これも副知事時代にですね、2度ぐらいも視察させていただいているので、それなりにイメージは残ってますので、今直ちにいついつ行くっていうのはないんですが、まあ、いろんな佐渡に出張の折にうまく時間が取れれば、今ガイドセンターなんか の建設も始まっているようですし、この3年4年で変わった部分もあると思いますので、それは機会をとらまえて、見に行きたいと思います。はい、日本山田です。発表事項について、ま、関連して伺います。都道府連携の方のセミナーということで、こういうセミナーそのものも含めてなんですけれども、都道府連携について、改めてどういう期待感を持っていらっしゃるのか、あるいはどのような課題があるというのを認識されているか、そのあたりちょっとお聞かせいただけますでしょうか。結局例えば、大変いっぱいあるので恐縮ですけども、農業者の方も障害を持つ方々にどこまで作業をお願いしていいのかとか、どういうところまでやっていただけるのかといったところの情報がないわけですよね。そこはよくわからないというところもあるんでしょうし、一方事業所側も 農作業って どんな程度の例えばハードな部分がなのかとか、そういったところはよくわからない、関心はあるんだけどよくわからないというのが今の状況なのかなというふうに思ってまして、でそういう意味ではこういうまさに お互い視察をして意見交換をする事例の発表をする、こういった一種マッチングに近いようなセミナーというのは非常に有意義だと思っています。で現実にもすでにそういうコーディネーターみたいなものは農業者の方を中心に任命してお願いしていると思いますけれども、こういうセミナーなんかでより関心を高めるっていうのは意義があるかなと思います。新潟の柳ですが、はい、篠田市長に関して今日、各社の前で篠田市長は、花積に知事が誕生してこう、新潟の拠点化 を、託せるというようなことを首相がおっしゃってて、はい、それでこう、辞められることを決意されたようなんですが、そういうこう託されたことに関して、すいません、その直接のその表現は伺ってないので何とも言えませんが、篠田市長さんの思いは一旦は昨日の県市長選会議の中でも伺いましたので、その思いはしっかりと受け止めて私なりに、やれることはやっていきたいというふうに思います。次の市長さんで、連携ということは当然だとして、はい、どういうところでこう力を発揮してもらいたいとかってありますか。どういうところで、これも一般なんですが、どういうところでっていうか、コミュニケーション取れる間柄になりたいですよね。
いろんな話を。そうです、そうです、そうです。まあ、どうしても人間同士ですから、相性が合う合わないとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そういう部分ももちろんありますが、もう立場としてきちんと、まあ、必要があればすぐにお会いできるようなそういう関係を作っていきたいなとは思います。すぐにこういう話を、まあ、新しい市長さんが誕生した場合はこうやっていきたいみたいな、何か具体的な課題なり取り組みたいなのがありますか？うん、いやすぐにこれっていうのは今ないですが、今先ほど前のご質問でも新潟市の中心市街地でのその活性化といいますか、大きなプロジェクトという意味で、磐梯島などは関心がありますと今申し上げたところですけれども、まあそういうものについて、話を進めることができたらいいなとは思います。はい、新潟日報の福澤です。本日の発表案件の1件目に関連すると思うんですけれども、知事は企業の促進というのを選挙期間中からおっしゃっていて、はい、就任されて実際に1ヶ月以上経ちましたけれども、改めて県の現状をどのように課題に感じていらっしゃるかというのと、あとまあ行政の果たすべき役割はどうあるべきか、改めて伺います。まあ、現状という意味ではですね、まあ、今回もですね、なんか応募総数としては9件だったというふうに伺ってまして、まあ、正直もうちょっと欲しいよねというのが、欲しいよねっていう言い方も大変失礼ですけど、まあ、まだまだこう、盛り上がりを、こう、考えていかなきゃいけないなっていう段階だという認識です。実は昨日も新潟の商工会議所の、大勢の方が集まる大会があったんですけれども、そこでもちょっと申し上げたんですが、まあちょっと言葉は適切じゃないかもしれない、まあ、私自身もある意味で、1ヶ月前2ヶ月前に一種挑戦したようなもんでございますので、ぜひ皆さんも新しいことに挑戦しませんかというような呼びかけとも挨拶ともつかないようなことをお話ししましたけれども、まあ確かにいろんな課題があると思うんですよね。実際何か新しいことをやろうとすればもちろん不安やいろんな悩みがあると中で大変だとは思うんですが、まあ、挑戦する人が多く集まる新潟にしたいということを、まあ、いろんな場所で呼びかけていくということかなと思ってます。で、行政の役割という意味では、まあ、まさにこういうインセンティブをつけてですね、例えばふるさと納税でこういう資金支援するみたいな、あるいはそういう、相談に応じる体制ですね、これは本当にもう二子さんなどを中心にですね、そういうプラットフォームは今もうできつつあるんですよね。だから関心さえ持っていただければ必ず相談相手がいますので、まあぜひ躊躇せずに、声を上げてくださいということを、まあ呼びかけていきたいと思います。行政の役割はそういう、まあ、相談に応じるということであり、そのマインドを高める呼びかけなりが、そしてこういうインセンティブを出すこと、まあ、こういうことが行政の仕事だと思っています。新潟日報の前です。昨日新潟空港のリーサーについて緩衝地帯です、ちょっとオーバーランするときの、はいはいはい、あれについて有識者の会合が開かれて、あで、はい、あそうですか、すみません、A 滑走路をどうするかみたいな話を出たみたいなんですけど、あ、はい、まあ、空港活性化も知事常におっしゃってますけど、はい、A 滑走路をどうあるべきかというのを知事の中に何かお考えとかってありますか？ああ、すみません。その会議がどんな会議で、どういう議論だったのかちょっと承知してませんけども、A ランについては個人的には副知事の時代からわめいてることがありまして、まあ必要性がだいぶ低下してるよねって思ってます。で、まあただ むやみに別に廃止すればいいってもん原理あるものですので、
ただそれ今のランウェイとして使う以上のそのなんていうかより効果のある必要性の高い使い方があるんであれば考えるべきだというふうに思ってます。有識者会議では例えば駐車場とか、はい、ビジネス用ジェットの格納庫とか、うん、そういったような案出たみたいですけども知事として例えばこんなふうに使えばいい、うん、そのアイデア、まあ、駐車場はどうかなと思いますけれども非常にランウェイに隣接したエリアというのはある意味で価値が高い場所ですのでそのビジネスジェットとかあるいは航空機 その修繕整備、あるいは航空機に関連する、まあ、工場的な産業の立地とかアイデアとしてはあると思います。現実にそういう本当に、やりたい方々がいるのか、その可能性があるのかその辺は多分もう少し見極めがいるんでしょうけれどもそういう使い方であれば今のままのランウェイで使うよりもより土地の利用価値としては上がるのかなという気はします。そのものは、まあ、国の所有しているんですけれども、はい、まあ、国にも運航士もいらっしゃって、まあ、その辺はお詳しいと思うんですが国とそこの栄華層の利用についても国も全面的に協力してくれるようなそんな感じ。いやそこは私は連れて聞いたことはないですから福知事時代には勝手に言ってたということでありますけれども いざ本当にことを進めようと思えば当然、現在の所有者であり管理者である国としっかりと相談をしていかなきゃいけないと思います。話がまた変わるんですけど原発についてなんですが3つの検証作業がこれまで進んできたんですが知事に就任されて、まあ、議会も終わって少し落ち着かれて3つの検証の中身はだいぶ少し精査して見られた。あ、今聞き始めたところです。はい、今の時点で課題とかそういった部分というのはここはもうちょっとこういうふうにした方がいいんじゃないかとかと副長官出てるようなスピードアップがこういうふうにしたらいいんじゃないかとかそれでこうまだそこまでとてもそこまでは、はい至っておりません。もうちょっと中身を精査しながらそうですね今後関係者にはまずお会いしていきたいと思ってます。まだ関係者にもお会いしておりま一部お会いする場面もあったんですけれどもきちんと意見交換するほどまでに至ってませんので、まあ、いずれにせよ委員会ちょっと止まってた部分がありますので早くまた動いていただく必要があるし、まあ、その準備を下準備を進めているというそういう段階です。すいません。はい、つながります。また市長さんの話を持ってすみません、はい、先ほどの回答というかの中で篠田市長の思いの一端を、まあ、強く受け黙ったというああ昨日の会議の中 で、はい、でその昨日の会議を終えて、篠田さんも何かしらこう発表するんじゃないかという噂が流れてまして、うん、その昨日の会議のそのものでなくてもその前後で改めて知事みたいなこうそういう場があったのかなかったのかあるいはその温度をこう伝えられるようなところっていうのはなかったかなと思いました。その例えば拠点性の向上というようなところでそのことに関しての2人での直接のやり取りっていうのはありません。会議の中でご披露されたですけれども何か私にこれとこれ頼むねとか例えばですねこれとこれが特に重要だと思うからとか例えばそういうような類の話はありません。もちろんご自身のその進退について花住さんにこう何か伝えたりっていう場も当然なかったあないですないです、はい、ちなみにそれがこれまでも、はい、電話でもお会いすることでもそういう、まあ、相談であったりだとかいやそれはないですね。まあ、むしろ首長としてははるかに大先輩ですし私に相談するってことではないと思いますね。はい、毎日新聞の名前を申します。市長選のことなんですけれども現在4人が立候補の意向を表明されていて、ま
市長選ですけれども事実上与野党の、まあ、関係というか4人ですか普通に今週で4人に明日もう1人正式に表明されるあそうなんですか、はい、ですのでまだ3人ですよね表明されたはい正式には3名で、はい、もうすぐ4名が正式に表明されることになりますけれども自民党の方がお二人、自民系の方がお二人、野党系などの方がお二人になりそうなので、まあ、その基礎自体の区長選ではありますけれども、与野党対決のような構図がまた起こり得るかもしれないということについて、どういうふうに考えていらっしゃいますか。いや、先ほど、まだ知事としてなんかコメントするような段階ではないっていうか、うん、最後までないかもしれませんけども、特にコメントすることは今ありません、まあ、その4名になるかどうかもよく分かりませんし、まあ、そういう見込みだということは今伺いましたけれども、最終的に本当にその形で行かれるのかどうか、これからまだ3ヶ月もありますので、どういうふうに変化するかもそこは分からないと思いますので今はなんかどうですかと言われても特にコメントはございません。はい、どうぞ。だいぶ、ちょっと前の話になるんですけれども、人口動態調査、住民基本台帳に基づく人口動態調査の、調査の結果が出て、まあ、人口減の関係なんですけれども、本県が全国で3番目に減少が大きくて、特に社会圏は福島に次ぐ2番目という結果が出ましたけれども、まあ、人口減について何人がお伺いしてますか、改めてどのように説明されているのか。もうこれはこれも福知時代からですね、意識はあって、人口、まあ、もともと人口の総数も比較的大きい県でありますから、減少する人口数自身もどうしても全国上位の方になりますが、特に減少率が高いというのはすごく意識はしていまして、もう残念ですねとしか実は言いようがないんですけれども、なんとかこの特に社会圏の部分ですよね、止める努力をしていきたいと思いますそれしか今言いようありませんがどう受け止めてるかって言えば、深刻な課題であると、ね、なんとかこれを反転させたいという思いはあります。でそのための努力としてやっぱり、社会圏の最大の問題は高校卒業時の大学、高等学校、高等教育館への進学のタイミングと、それから大学と高等教育館を卒業するときの就職のタイミング、この部分ですので、もうそれは県の外ではなくて、県の中にその行き先を見つけてもらう、そのためには、県内の高等教育館の状況や、就職場所の状況についての情報提供をこれまで以上に伝わるように努力をするということだと思います。県の方でも知事もそうですけれども、県民一人一人の危機意識を持つことが大事で、あるいはそれを共有したいというようなことをおっしゃいますけれども、一方でじゃあ果たして県民一人一人が何ができるのかなというのを正直思う部分もあるのですが、そのあたりは何かできる、まあ、みんなそれぞれ自分の人生ですから、東京に行かないで新潟にとどまってよって言ってもそれは自分のいろんな価値観の中で判断されることで、もちろんその部分は強制できませんから、ただあなたが暮らすこの新潟はこんな状況ですということを、まあ、理解してもらうっていうことだと思います。だから一人一人が何ができるかっていうのは、それは今言ったように県の今の置かれた状況というものを、まあ、知ってくださいと。でこれが人口が減っていくとどういうことがこの先起きるかということを理解してくださいということの呼びかけだと思います。そこから先それをどう受け止めるかは個人の人生の問題でもあるので、生活の問題でもあるので、そこに何か強制することは難しいですけれども、知った上で判断してくださいっていうことですよね。
まあ、そういう意味で本当にこの新潟が本当に住んでよしという、まあ、私申し上げて住んでよしの新潟県にしていくためにまあ、一緒に考えてくださいということでしょうかね。実はその自然源の部分なんかを中心にちょっといろんなセミナーなんかこの秋からやろうとしてますけれども、まあ、そういうまさに知っていただくためのそれも、まあ、これまでは割 と新潟とか大きな都市でボーンと1回大きいものを 1,2 回やるぐらいだったようなんですけども、ちょっと今事務的に検討し直してもらってて、もっとこまめに県内のそれこそ振興局単位ぐらいで規模は小さくてももう少しこうなんていうか伝わるようなですね、セミナーの形できないのかっていうことでちょっと勉強してもらってますけれども、まあ、そういった、伝わる努力ですね、伝わる努力ももう一段必要かなとは思っています。今自然源の話が出たのでちょっとだけ追加例なんですけれども婚活の取り組み公園の取り組みだというのをやってるところをやってると思うんですけれども、そういった取り組みについてはどうですか。婚活はすいません詳しく聞いておりませんので、はい、むしろ市町村が多いんじゃないんですか、こういう類は。あるいはその割と地域コミュニティなんかで、一生懸命やってる地域があるようにも思いますけれども、ちょっとすみません、県としてどんな婚活の動きをしているかは後日勉強します。はい、篠田さんの件なんですけれども、まあ、先ほど首長の先輩ということもおっしゃってましたけど、まあ、ご自身の選挙も支援されたということで、まあ、縁朝からの中かなというふうにも思いますけれども、改めてその、まあ、篠田さんに、まあ、お伝えしたいことといいましょうか、まあ、なんかございましたら。いや、まず直接伺っているわけではないし、まあ、今朝の話ですから今どこっていうのはちょっと立ちないんですけども、まあ直近の頭に残っているのは、まあ、昨日まさに県市調整会議をやって、もちろん資料としても先ほど来話題になっている新潟市の、都市デザインを議論させてもらい、そしてまた市長さんの思いを一旦はディスカッションの中で聞かせていただいたので、まあ、私としては非常な、まさにご努力の、まあ、北川顧問を交えてですね、ああいう場を作ってこられたのは本当に先進的な試みだと思うんです。それがその後地方自治法の改正にもつながっているわけですから、そういう意味で育てていただいたああいう場はしっかり受け継いでいきたいなと思いますし、伺った拠点性向上に関わるようないろんなプロジェクトについても、まあ熟度はいろいろあるように思うんですけども、できるだけ受け止めて考えていきたいなと思います。よし、ちなみにお盆なんですけど、はい、どのように過ごされるか、日程とかあるんですかね、いいのかですけど、もし差し支えないところで、夏休みを取らせていただきたいと思っております。心から願ってます何かそれ休みって発表するんでしたっけ。いずれ分かるまだちょっと、はい、はい、できるだけ働き方改革を進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、いや、ですから知事としてのコメントはないです。そこの部分は個人としてはいろんな思いはありますけれども、知事としてそれがどうこうとか県のなんか行政と直接関わるとかいうことではないと思いますので、そのコメントは、はい、ございません。
が続いているんですけれども、あ、はい、県立学校でこうクーラーの導入を進めるなど県としての対策などは何か考えていますか。すいません、そのこの猛暑に対して何か追加的っていうんですか、あのこれまでの施策に加えて新たに、何かやらなければならないというすいませんそういう議論は、しておりませんでした。あの報道であの官房長官がなんかクーラーの助成というようなこともおっしゃっておられたというのはあの拝見してますので、県として何か追加的にやるべきことが、まあ、緊急ですよね、もうね。あるいは、まあ、来年以降のことに備えてということもあるかもしれませんけど、やるべきことがあるかないかは、今のせっかくのご質問ですので、あの早急に考えたいと思います。現時点での国への補助などを申請するとかは、現時点では考えてない。県が補助を申請するとか、そういう仕組みがそもそもあるかどうかもよくわかりませんが、まあ、要望っていうご趣旨ですかね。すいません、その部分も議論して、私自身おりませんでしたので、早急に何かやるべき手があるかどうか、はい、考えたいと思います。県立の学校の冷房機器の導入率っていうのは、今ここで聞いても、すぐはわかんないですよ。と、承知しておりませんので、はい、申し訳ありません。それでは以上で終了させていただきます。はい、ありがとうございました。